どうも、おはこんばんにちは。プラントムーンライダーことプラムです。今回は2022年3月19日に3年ぶりに開催された大阪モーターサイクルショーを夫婦で見に行ってきました。今回は世界初公開となるフォークイレブンやダックス125、そして大幅改良されたスーパーカブ110、さらにファイアブレード登場30周年を迎えた CBR1000RRR、ファイアブレード SP30 周年アニバーサリーや新型のスポーツツアラー NT1100 など見どころ満載のホンダブースの模様をお送りします。身長161センチの妻のチナポンと身長168センチの私プラムンでいろんな車種にまたがり、サイズ感や足つきチェックなどもしていますので、少しでも皆様の参考になれば幸いです。またフォークイレブンに関しては別動画で詳しく紹介していますので、まだご覧になっていない方はぜひそちらもご覧になってください。概要欄にリンクを貼っています。それでは早速、大阪モーターサイクルショー2022ホンダブース編、行ってみよう。でもまだ着くか、行けそうだね。乗れそう。これもまたがっていい。はい、聞きそう。なんか気にせず乗れるって、うん、スーパーカブ110、かわいい。それだったら足つきいいのかな。足つきは全然いけそう。あ、これやったら全然パパで乗れそう。これだったら乗れる。あ、ないんだよ。ないねん。じゃあ次俺乗ってみるよ。かわいい。黄色が鮮やかだね。ちょっと待ってね。ベタ付き。これじゃなんかアニメに載ってたりとか。新婚メダルこれだよ。それか。そんなんやったことないかわからん。これ仕事前あるでしょ。あー、それか。そんな高度な技は使えん。いや、楽ちんなんだよ。絶対無理だよ。だからないのか。可愛いね、黄色もね。うん、鮮やか。楽楽。どう、大型車。でかい。これがツアーラーだね。うん。大きい。足つきは？悪そう。届かない。見たところで支えれない。
じゃあ俺も乗ってみていい？そらつくでしょうけど。めちゃめちゃでっかいもん乗ってる気はすごいする。また買って。これかわいい。これ多分めっちゃカスタムしてるよね。めっちゃカスタムしてるわ。すごいちっちゃね。これでどう？よりなんか生身を感じる。そうやな。すごいね。これもまたがっていい。座り心地いいよ。でもやっぱりすごいちっちゃい。かわいい。いいね。 GB350 のなんかカスタムっぽいね。足つきはどう？乗れそう？こうだとこんなん。だから全然ダメだけど。ダメか。ただからそら。うん。タンクでかいね。でかい。すごいシンプル。うん。ちょっと俺も乗ってみていいかな。めっちゃシックでかっこいい。え？撮っとるよ。なんかね。シートが違う。座り心地は？座り心地良かったよ。ね、このシートが。全然つかない。そう、これは高いねん。全然乗れない。めっちゃ前傾だね。ねえ、レーサーこんなん乗ってんだよ。MotoGP とかこんなんだよ。これもっと前傾して、もっと前傾して乗るねん。そう、もっともっと、もっと頭こん中入れんねん。そうそう、そんなんそんなん、それそれそれ、そんなんそんな感じで乗ってるよ。それで300何キロ、350とか出すからね。俺も乗っていい？はい。めちゃめちゃでかい。足つかないよ。見るか。めっちゃ前傾だね。頭だってその中入れるって相当だよ。この腕で支えてる感じあるね。タンクでこんなんだって。タンクステップだね。なんか足がみついてるぐらいの勢いだよね。すごい。
いやー、これは無理だ。すごいわ。レースは素晴らしい。どう、足つきとか。足つきは全然ベタ。ベタベタ。ちょっと前、うん、ちょっと前なんだ。球場はしてないでしょ。なんか変な感じ。なんか変な感じ。すごい前、ちょっと違うん、だってすごい前の。あ、そうなんや。250と違うんだ、足が。あ、どう、これ乗りたくなる？いらない？もうちょっとスリムじゃない、それか重い感じ。重い、これないんだ。重さはあるけどね、うん、これは DCT だからだね。と比べて150の方がいい？150がいい。これ前のミラーだよ。排気量でかかったら見にくい。まあそういうことか。やっぱハンドルちょっと濃いね。足もちょっと前っぽくない？前のミラーそんな見にくいことはないね。ここだったらね。目線は結構やっぱこうなるね。広がる。だいぶ前しんどそう。なんか肩こり。俺もまたがっていい？足つかないよね。つかないんじゃない？これわかんない。つく、それでつくって言えるのか、支えれないかわかんない。そこまでではないけど。怖。へえ。どう？そうそう、そういうスクーターだね。でもこういうのって足つき多分かなり悪いと思うよ。足つき悪いでしょ。つかない。そう、そう、足つき悪いんだよ。そうそう、そうやって立って乗ったりとかするんだよ。うん、ね。新しく発表されたから。大きすぎて怖い。ああ。これは GB350 だからちょっと違うね。あ、ここがこういうのついてるね。後ろのライトも、うん、ね。どう？肩に触れないと支えれ。ダメ。
乗れそうにない。ダメか。ダメそう。わからん。全然違うんだもん。うん。ただ足が怖い。足が届かない。やっぱダメか。まだいいでしょ足つき。すごいね。こうなる。そうそう。スポーツバイクってそんな感じなんだ。またポジション違うでしょ。どう？ブラックだよ、ブラック。ブラック好き？うん。スポーツバイク乗りたくなる？女の子でもいるでしょ乗ってる人。ちょっとまだ怖い。あそっか、離れとくない。うん、チナポをまたがってみよう。大丈夫？足つく？ダメ、全然つかない。つかない。そこに足上げたら？つかない。足ツンツン？ダメだった。全然。これタンデムに入らず。これダメだ。ダメか。つかないか。よし。じゃあ俺も取ってもらおう。うん、これ難しい。ってかできないわ。あ、よく。もう一回通しちゃう。もう足。いいな。絶対無理だ。おお。かっこいい。結構前傾だね。いいね。てたわ。乗れる乗れる。こんなんだよ。全然力入んないよ。俺乗れるわ。ああ自分ね。うん、これいいな。動画45秒までね。さていかがだったでしょうか。やはり注目の車種が多く、ホンダブースはかなり賑わっていました。こんなにいろんな車種をまたがれる機会も普段ないので、めちゃくちゃ楽しかったです。ただまたがっちゃうと欲しくなっちゃうんですけどね。今回の動画が少しでも参考になったなと思っていただけたなら、グッドボタンよろしくお願いします。次回はヤマハ、川崎、スズキ輸入車ブースの模様もお送りしていきますので、ぜひチャンネル登録をして次回もご覧になってください。また最近 Twitter、Instagram も始めており、動画ではお伝えできない大阪モーターサイクルショー2022の模様もアップしていますので、ぜひそちらにも遊びに来てください。それではまた次回の動画で。
お会いしましょう。またね。